ですからね。抜けた山瀬、チャンス、山瀬、山瀬、うん、愛媛先制、決めたのは山瀬浩二。早い時間に愛媛が取りました。ここですね、こう狙ってましたね、山瀬選手が。選手ですかね、最後タックルいったのね。最後は川澤選手ですか、はい、いやでもね、山瀬選手を取ったっていうのはね、愛媛にとっては大きいですよね。シーズンなんか毎シーズン取ってるんですよね、これでね、確かね。そうですね、はい、今シーズンこれ初ゴールということになりますので、はい、